ソ連から帰還したドイツの科学者たちが一時収容されていた難民キャンプで取材するデルマー。デニス・セフトン・デルマーはイギリス人のジャーナリスト。ドイツ、ベルリン生まれ、イングランドエセックス、ラマーシュボズ。イギリス政府のプロパガンディストとして有名である。ドイツ語化流暢であった彼はエルンストレームと婚姻になり、1930年代に レームを通じアドルフ・ヒトラーとのインタビューに成功した。第二次世界大戦中、彼はイングランドからラジオ放送を用いてヒトラーを敵視するブラックプロパガンダキャンペーンを大々的に展開した。デニス・セフトン、デルマー、俗にトムという名で知られる彼はドイツ・ベルリンに生を受けた。しかし両親によりイギリス領事館にてイギリス国籍を取得している。 彼の両親は共にオーストラリア出身である。タスマニア州ホバート生まれの父フレデリック・セフトン・デルマーはベルリン大学の英文学の教授であり、ドイツの複数の学校で使われる標準教科書の著者でもあった。第一次世界大戦が勃発した時、フレデリックはドイツの敵国人としてルーレーベン捕虜収容所に抑留されていた。年、イギリス政府、 ドイツ政府間での捕虜交換が決まり、一家はイングランドに送還された。デニスは、ベルリンのフリードリヒベルダーギムナジウムにまで進学し、イギリスに渡った後は、ロンドンのセントポールズスクール、そしてオックスフォード大学、リンカーンカレッジにて教育を受けた。彼は、カレッジの現代語学にて、自責の成績を得ている。彼は5歳まではドイツ語のみ話すように育てられ、 そのためか1939年になっても彼の話す英語のアクセントにはまだ若干の癖が残っていた。1958年歴史学の学位を得て大学を卒業した後彼はフリーランスのジャーナリストとして働き始めその後1928年にデイリーエクスプレスが新たに開設したベルリン支局に支局長として採用された。ドイツ在住の間彼は エルンストレームと親しくなり、そのゴレームの取り継ぎにより、イギリスのジャーナリストとして初めて、アドルフ・ヒトラーのインタビューに成功した。1931年にはデルマーはヒトラーから一通の手紙をもらっており、この中でヒトラーは、ドイツとイギリスは、真の友好関係を築くべきだという持論を述べていた。1932年、ドイツの総選挙が行われ、デルマーは、 ヒトラーの個人用飛行機にてヒトラーと共に遊説の旅に出た。またヒトラーが国会議事堂放火事件後の視察に訪れた際にも同行した。デルマーはドイツ滞在中のこの間ナチの審判と化したと非難されており、一時イギリス政府は彼がナチ党のご先望を担いでいると考えていた。意地悪いことに、 ナチの複数の指導者の方はデルマーを魅力の情報員だと確信していた。しかもナチの指導者たちは彼を単なる情報員ではなく、その中でも重要な部類に入るものだと考えており、彼があらゆる人との関わりを避けたことによりその疑惑は強くなった。1933年、デルマーはデイリーエクスプレスのパリ支局長に移動させられた。1935年、デルマーは イザベル・ニコルズと結婚した。第二次世界大戦中は彼女はデルマーの仕事を手伝いブラックプロパガンダ活動に協力している。デルマーは1936年のスペイン内戦に従軍記者として派遣されており、共和派と民族派双方と会見している。また1939年9月の ドイツ国防軍によるポーランド侵攻や1940年のドイツ軍の西部進撃といったヨーロッパの大事件も報じている。デルマーは1939年3月、イギリスの通商代表部がソ連との交渉に向かう際に同行したが、乗り込んだモスクワ行きの列車で当時タイムズ社の代理で、同じく取材のためソ連に向かっていたアイアン・フレミングと出会っている。後に、両者は共に、 情報機関に組みすることとなる。その後デルマーはイギリスへ帰国し BBC のドイツ語部門のアナウンサーとして一時働くことになる。ある日、ヒトラーがドイツ国会で講話を申し出る演説をラジオ放送していた。デルマーはこれにすぐさま反応し、イギリス国民に向かって我々は直ちにあなたにこういう言葉を返そう。それは全く演技でもない嘘だ。 というフレーズを電波に載せている。彼の喫緊かつ独断での拒否反応はドイツに大きな衝撃をもたらし、対してゲッペルスはこの事件をイギリス政府の差し金に違いないと結論付けた。このレスポンスの成功は仮にその許可を時間をかけていちいち取っていればうまくいかなかったであろうほどの大きなインパクトをもたらしたことに疑う余地はなかった。イギリス政府は 結果が望ましいものであったため行転したが、政府の代弁者として意向に沿った発言を彼が今後、繰り返すかどうかは分かりかねていた。1940年9月、デルマーは政治戦争執行部の職員に採用され、ナチスドイツに対するブラックプロパガンダ放送を計画するよう命ぜられた。上司のレナード・シンクレア・イングラムズは、イギリス外務省の政治情報部門での職務のため、 デルマーの身辺調査を行っている。現在では、ミルトン・キーンズ内のタウンにある、ウェーブンドンの、とある塔が本作戦の本拠地であった。ここは収録所であり、ンパ用送信所が、ゴーコットとポッツグローブにあった。デルマーの参加により、プロパガンダ放送を運用する、その他、研究部隊も多く参加することとなった。この作戦の狙いは、ラジオ放送を用いて、 ヒトラーやナチの熱烈な支持者であることを装いつつも、その裏でヒトラーの顔に泥を塗ることであった。デルマーが行ったプロパガンダ活動のうち、初めてかつ最も大きな成功を収めたものは、タンパー曲、グスタフ・ジーク・フリート・アインスの解説である。これは、舞台内では、g んと呼んでいた。この放送局から流れるプロパガンダにおいては、デア・シェフというキャラクターが作り出された。 この人物は筋金入りのナチであり、ノンダクレユダヤジジイの偏平足野アローと呼ぶチャーチルとナチの革命を邪魔した売国奴の共産党員を徹底的にこき下ろしていた。放送局の名前、グスタフ・ジーク・フリート・アインスは短く GS1 とも呼ばれたが、聴取者の心に、この放送局の名前は秘密放送1号はたまた参謀本部1号ということを実は意味しているのではないか という一つの疑問を残すこととなったという説もある。GS1 は1941年5月23日夕刻に第1回目の放送をオンエアした。デアシェフを演じたのはベルリンのジャーナリストでイギリスに亡命したペーター・ゼックレマンである。チームのメンバーで彼のみが作戦本部であるベッドフォードシャーのアスプレイニーズにある目立たない赤レンガの家、通称 ザルカリーに事前に到着していた。後にシェフをサポートする別の人物として、ジャーナリストのヨハネス・ラインホルツも加わった。以前から、ブラックプロパガンダを苦々しく思っていた、労働党議員のスタッフ,フォード・クリップスは、デルマーの活動を見つけるや、否や、当時の外務大臣、アンソニー・イーデンに告発するため次のフレーズを含む、書簡を送った。もしこれが戦争に勝つのに必要なものだと、 お考えならば私はむしろ戦争に負けても良いと思います。窮地に陥ったデルマーを救ったのは本部長のロバート・ブルース・ロックハートであった。彼はドイツ人の過逆性を先導するようなプロパガンダを流しこれをうまく利用する必要性を政府関係者に説いた。GS1 は延べ700回の放送を行った後、1943年10月に放送を終了した。 その理由は新しいプロパガンダ放送局の解説に目途が立ったためである。最終回はゲシュタポ当局の襲撃を受けたかのように銃声がとどろき、デアシェフが逮捕、射殺されたことをほのめかしながらエンディングを迎えた。デルマーは他にもいくつかのプロパガンダ用放送局を設立した。そして彼は話の信憑性を高めるため中立国向けの ドイツ関連の郵便に密かにゴシップを割り込ませるなど、情報活動を注意深く行うことで、その成功を得た。各情報機関におけるデルマーの信用度というのは、例えば海軍本部がドイツの潜水艦の陸民を標的に指揮を下げるような速報を利用しようとした際に、彼を探していたことからも押し量れる。海軍本部での業務のサポートのため、デルマーは、 クローボロに建設されていたアスピリストラというアメリカ RC 衛星の出力5 0 0ットの送信施設を利用することが可能となった。これは規制の中波、短波用送信装置のうち出力が最大のものであり、SIS 大発火が16万5千ポンドで購入した。またアスピリストラの利用は1942年から解放されたが、ポ、BBC、 王立空軍との間での共有という形であった。このアスピディストラを用いてデルマーは新しい放送局、大西洋のドイツ五単波放送局を開設した。これはより一般には大西洋放送局と呼ばれ、ドイツ国内では大敗的であるとして禁ぜられたジャズや中立国スウェーデン経由もしくは RAF の長方員を通じて手に入れたドイツの新進綺麗なダンスミュージック。 また、ドイツのインハウス、ダンスバンドの音楽を流した。特定個人に偏ったアナウンスにするため、ドイツ海軍に関する重要かつ詳細な規則を、ナチスに反感を持つ、収容所の捕虜から手に入れ、ドイツの新聞や郵便物を古いにかけ、海軍軍人の青年月日、結婚歴、除君歴などを優先的に調べ上げ、これらすべてを放送に反映させた。 この結果 U ボートの乗組員をはじめとして、ドイツの海軍軍人は、アトランティーク・ゼンダーが敵国の放送であると見当がついていたものの、内容の心地よさに聞き入ってしまったものが多かった。女優のアグネス・バーネルは、ビッキーという名の魅惑的な女性を演じ、時折間に、ドイツの海軍軍人の指揮を効果的に下げるニュース、U ボートの艦長を、連合軍に投降させるよう信じ込ませるような、 数々の言葉を散りばめてアナウンスした。クリスタス・デア・ケーニヒ放送局は、ドイツ人の宗教的意識に働きかけるプロパガンダを発信し、強制労働や収容所の恐怖を亡命した、ドイツ人牧師の口から語りかけるものであった。GS1 閉局後の1943年10月、ゾルダー・テンゼンダー・カレーというデルマーが指揮する、もう一つの秘密放送局が開設された。 これは、ドイツ軍全体をターゲットにしたものである。クローボロのアスピディストラから発信された、ゾルダー・テンゼンダーカレーのプログラムには、様々な大衆音楽を駆使しつつ、戦争に関するプレスカバレッジ、そして集文を間に挟み込み、ドイツ軍の指揮低下を狙った。デルマーのプロパガンダストーリーには、広範囲にわたって語られた根拠のない伝聞である。 君たちドイツ軍人が異国で戦っているうちに、君たちの女房は今頃外国人労働者とベッドを共にしているぞ。というような前線の兵士をサボタージュさせることを目的としたいかがわしいものもあった。この放送は、軍人の間だけではなく、ドイツの15にいる大衆の間でも人気を博した。バルキューレ作戦失敗後にイギリスに亡命し、 BBC のドイツ語部門に勤務していた夫を擁意も、このゾルダー・テンゼンダーカレーのプログラムに参加している。デルマーは、灰色宣伝的なドイツ語日刊誌の発行を指揮した。大号は、兵隊新聞と E1944 年4月末から出回り始めた。この新聞記事の大部分は、ゾルダー・テンゼンダーカレーの放送内容を元にしている。 兵隊新聞は連合国遠征軍最高司令部の元デルマーに委託されたチームが執筆し、アメリカ第8空軍の特別ビラ巻中隊が毎朝ドイツ、ベルギーそしてフランスの空からこの新聞を散布した。戦闘がドイツ本土に迫るにつれて、半なちを掲げる架空のレジュスタンス運動や抵抗運動が存在するかのような印象を作り出すためにブラックプロパガンダが 数多く利用された。戦後ナチス幹部が自分たちの所属組織も実はこのような架空の運動と同族なのだと主張することと関連させて、デルマーはこの出来事を、後に自身の回想録のタイトルにもなっている、ブラックブーメラン、すなわちプロパガンダによる弊害であると自己批判している。欧州の戦いが終わりを迎えた頃、デルマーは顎げを剃り、 同僚には自分たちがやってきたことを一切、公害しないようアドバイスした。その理由は、第一次世界大戦後に、ナチスが、ドイツ人は、軍事的には負けなかった、卑劣極まりないやり口に敗れたのだ。と主張したことと似たような口実を与えないように、したかったためである。ドイツ降伏直後の1945年5月、末日、デルマーは、ナチの政治家で、 憲法学者でもあったフリードリヒ・グリムにインタビューを行っている。インタビュー時にデルマーは自身はイギリスの大学教授であると身分を詐称し、この度の戦争の歴史的側面について話をしていた。しかし、インタビュー中、突如デルマーは山のような死体が映った強制収容所の写真をグリムに見せた。グリムは初め驚いたが、彼は、 先の対戦でも相手の残虐非道な光景を見せかけるための偽装写真が出回ったことを述べ、さらにナチスドイツの崩壊が目前となってきた頃から、外国の報道機関が頻繁にドイツの強制収容所の残虐さを強調するようになったことを知っており、報じられる収容所の死体の数がはじめ数百だったものが、たった6週間で10万になったと報道されたことを不審に思っていた。 そして、デルマーの見せた写真はそれ以上に見えると述べた。これに驚いたデルマーは、自分が大学教授ではないことを白状し、私はあなたが話したことと関連する組織の中心にいたのです。倉庫の残虐非道なプロパガンダの。そして我が国はこれをもってして、戦い抜いたのです。と唐突にプロパガンダであることを暴露した。これに対しグリムは、知っていたさ。 そんなことはやめるべきだ。と問い詰めたが、デルマーは、いいえ。むしろこれからも続けますよ。我々は、このような凶悪なプロパガンダを続けますし、ますます強化するでしょう。あなた方、ドイツ人が誰からも相手にされなくなるまで、あなた方に対する他国の同情心が吹き飛ぶまで、そしてあなた方が混乱し、自分たちのやっていることすらわからなくなるまで。と反論した。 デルマーの見せた写真が本当に偽造されたものであったかは不明であるが、このインタビューをホロコースト否認論者のウド・バレンディーが著書ザメソッツ・オブ・リエド・ヤ・ケーションでグリムの著書から誤解の上引用しており、これがホロコーストが連合国のプロパガンダであった証拠であると同書の中で主張している。1958年第二次世界大戦終結後、 OBE が授けられたデルマーは再びデイリーエクスプレスに戻り外務担当のチーフ記者となった。その後の15年間同志のほとんど全ての外信記事はデルマーの筆によるものである。彼の記事で特にセンセーショナルなものは1952年3月17日に同志で報じたものでラインハルトゲーレンが CIA から組織化を任されていたゲーレン機関にナチの残党が 数多くスカウトされていたというスクープである。しかしこういった同志での活躍にもかかわらず1959年、給与上の問題からシャシュビーバー・ブルック卿により、デルマーは解雇された。その後彼は、エセックス州のリトルサンプフォード近郊にあるビレッジ、ラマーシュニーン。リトルサンプフォードには、前妻のイザベルと彼女の3番目の夫が共に、住んでいた。彼は2冊の自伝を執筆した。 トレイルシニスターとブラックブーメランがそれである。他にワイマール・ジャーマニー、ザ・カウンター・フィット・スパイなど数多くの辞長を持つ。デビッド・ヘアーは1978年ブラック・ブーメランを下敷きに第二次世界大戦中のイギリスのブラックプロパガンダを描いたリッキング・ヒトラーという BBC のテレビ劇を制作している。プロットの一部は疑問放送が 当局に見つかり放送員が射殺されるというもので、デルマーがまさに、デアシェフのとどめを刺したのと同様の展開である。デルマーは1962年6月には米軍に対する心理戦のレクチャーのため、また1973年7月には第一心理戦大隊司令部での講演のため、ホートブラッグ基地を訪れている。ありがとうございます。